で、二階の作品について話していきたいと思います。二階は、あの、和室になってるんですね。で、はじめに、えっ、ー、と、伊サカ州の三体問題という作品です。伊坂の作品は意味のありそうなシーンが続いていくんですけれども、そこにどういう意味があるかっていうのはよくわからない。でも、伊坂に尋ねると、実際に意味がある。例えば、 江戸時代に玉川浄水の工事の時に誤って関東ローム層を通してしまって関東ローム層って火山灰とかそういったものの集積なので水がどんどん吸収されて水の通り道にならず失敗しちゃったでその責任を取って役人が処刑されたとかそういう話が参照されているんですけれどもそれはオープニングで少し出てくるんですけど基本的には明示されてない でもなんかこう、そういう上積みをなんか感じられるというか。で、もともとそのイサカは隠されたメッセージっていうものを作品の中で掘り起こすというか見せようとしてて、あるいはその作品を作ることによって探そうとしていて、つまり我々の目に見えるものっていうのがあるときに、その裏にはその目に見えるものが その形をしているためのなんかいろんな隠れたものがあれあってこそそこの,その今の目に見える形になっているってでその隠れたメッセージっていうのをまあすごい探したいだから地面の下とかにもすごく興味があって火山がこう噴火するっていうことがその隠れたメッセージの発露だったりするわけでだからそういうものに 興味がある作家なんですねなんでだから映像自体もそういういい構造をしているというかだから逆にその具体的なエピソードとかを思って見ることが大事なんじゃなくて映像を見ていく中でなんか何かが裏側にありそうみたいな感覚が持てることが結構醍醐味なんじゃないかなと思いますね。 はい、続きましては田上葵のスケペンとと恋による試作という作品ですで。この作品なんですけどドローイングが7枚並んでいるんですがその他にですねこの QR コードが書いた紙が置かれていてここから各ドローイングに対応した音声を聞ける。 という作品なんで,す、ねで、えっ、ー、と、田上葵っていうのは、まあ、何やってる人なのって聞かれると、えー、ボーカリストとか、歌を歌う人って答える。そういうあの作家なんですね。まあ、でもその歌っていうのが、メロディーがあって、リズムがあってっていうのだけじゃなくて、もう少しこう、あの広い範囲で歌うっていうのを捉えていて、で今回の作品も、とこの実はドローイングをしながら、声を出して、 音声を取っていて、つまりそのドローイングしている風景、風景というかドローイングしている最中の音声がドローイングと一緒に展示されてるっていう状態ですね。で、これはあの、なかなかあんまりない体験だと思うんですけど、ドローイングをですね、追体験できるんですね。例えばこっちのドローイングで言うと、ここの辺はこう、汽車が走ってる。 っていうようよな感じの、えー、話をしてるんですけれどもその時にこうペンをこう走らせる音がですね本当にこう汽車が走ってるような音に聞こえたりしてつまりこのドローイングっていうのはあのただこう絵っていうだけじゃなくてストーリーの後として出来上がったものが並んでいるっていう形の作品ですね。 えー、続いて青キッと,ーー、ね、とはですねいろんな活動をしている作家で高校生ぐらいからこうあのブレイクダンスをずっとやっていてで大学であの美術大学に入ってでその時は映画専攻だったんですけど、まあ、かなりこう多分表現媒体1個じゃこ,こぼれちゃうんですよね多分青キッとがやろうとしていること。 なんで多分そのダンスとかこういう絵とか、えー、いろいろやることによってこう表現したいという,こう大きな広がりを持ったエネルギーみたいなのをすくい取っていくみたいな感じで作作品を作ってますねで今回の作品は「ポスターカラーボーイ3」という作品なんですけれどもこの前の展覧会前,前,前の前の展覧会の2と12、えー、と2っていう展覧会でも ポスターカラーボーイっていう作品を出していて、で、えー、っと、価格に合わせて絵が大きくなっていくんですね。ポスターカラーボーイ1の時は、この、えー、今3枚組みになっている作品の1枚を、の大きさの作品だったんですね。で、2の時は、 二枚じゃなくて、二、えー、枚分の大きさの作品。で、今回は組みんな。三、えー、枚で、ポスタカラーボイスリーという作品です。で、この作品はです青、ね、キットの、まあ、モチーフの一つである、地球と、なんかちょっとわかんないですけど、まあ、少年のような人がいて、間に、なんですか、渦のようなものが巻いてると。で、これ、三枚、 組なんですけれども。こうつながっ。あの隣同士の絵がつながっている部分もあれば。つながってない部分もあるんですよね。なんかこう絵の中を探索していくと。かなり面白いんじゃないかなと思います。え、来島署の作品です。これは三つあって作品が。 タイトルが長いんですよね、えー、一番この手前の左側のやつが「えー、エンドロールローテーションスタディ2」えー「振り回された時の対象置いたシワシワのスマホを置いて机上の石をかみ砕く」えっ、ー、と真ん中ですねこ,これ真ん中のやつが「エンドロールローテーションスタディ3」「植木屋の一年」 回り上りリズム刻む太鼓ひらひら歩きランウェイで3つ目がこれですねエンドロールローテーションスタディ1の月へ行かないための準備慌てないで確かめて見えなくてもどこへ向かうのかなんでえっと右側の作品が、えー、このエンドロールローテーションの、えー、初めの作品ということだと思います でえっと、これはですねあのよく福引きとかであるあのガラガラですねがこう、まあ、モチーフになってて実際に回せるようになってます。 何ガラガラかいろいろ考えますけど、まあ、なんかその彼女が、えっと、ブログの中で書いてる説明があって、えっとですね、そこにはですね「会ったこともない人にいきなりくじ引きをしろと言われても私はそのくじを引けません」「当たったところでその景品を喜ぶこともありません」「誰にでもチャンスがあるのだからやったもん勝ちと言われても私はそれを選択しない」 頑固なのかもしれません弾が出ないくじを回してその音を聞いて自分を見つめている方が月に行くよりもずっと今の自分には必要なことです」というふうに書いててあの「しまっての作品の面白いところって結構その苦しまが最初に考えていたようなことっていうのが全然違う方向にジャンプしちゃうみたいなところが苦しまの作品のすごい面白いところでこれももう。 あのなんだろうなそういう反感みたいなものとは全然関係ないところに多分作品があってで実はこれあのこの奥の方ですねすごい描かれてるんですよねこの裏面にものすごいこう描き込みがしてあってでこれも多分回していくことによって多分こう削れてったりすると思うんですけれども、まあ、絵なんですよね。で彼女は元々大学の時に絵画をあの やっていたんですけれども絵画多分すごい好きなんですけれども好きだからこそそこになんかすごいこう直接こういけないっていうなんかこう屈折した愛情みたいなのが多分あってなんでまあ話してる時に私が絵画作品を作るとこうなるっていうような話もしてましたね。